これまでのところ今季は彼らにとって素晴らしい展開を見せています。リーグ優勝を見据えて突き進んでくるでしょう。ペレス、つまらないミスでボールを失いました。サポートの選手も寄ってきた。トッティ、どうなる、ポストに当たって入りました。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。横へ展開、スローインとなります。タックルを受けています。マ君、キーパーにバックパスです。ボールを抑え込みます。ボールを大きく押し出します。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。ボールが収まります。ここは簡単にボールを渡してしまった。これはパスミスになった。ラモス、マ君、ボールがよく転がっています。シュートだ。素晴らしいゴールです。上隅に決めました。事前の予想では拮抗したゲームになると思われていましたが、一方的な展開になり始めています。はい、これだけ決定機が作れればスコアも開いてきますよ。ファールです。主審の判断はどうでしょう。反応した。ボールを弾く。コーナーキックで続きます。今のはもうどうしようもないと思ったんですけど、いやー危なかったですよ。はい、緊張の場面でした。
スローインで試合が再開となります。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。を取りました。堀池さん、エスタディオ・ビセンテ・カルデロンです。ここは2016年に取り壊されることが決まっています。はい、跡地は公園になるようですね。アトリチコ・マドリーのホーム、通称ラ・ペイネタはオリンピック・スタジアムに移ります。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。ペレス、ボールがフリーになりました。なんという個人技。うまいですね。マ君、どうだ。難しいシュートでしたが枠を外れます。スコアは2対0。ここエスタディオ・ビセンテ・カルデロンでは後半が始まりました。まだ席に戻っていないファンもいるようですね。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。打った。がっちりキャッチです。フィールドでボールを取りました。このパスはダメでした。通りません。攻撃に移りたい。この判定はフリーキックです。
スになりそう。パーティー、弧を描いてゴールへ。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。諦めずに得点を狙ってほしいですね。つまらないミスでボールを失いました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。前方に運びました。ここでフリーキック。このエリアは注目ポイントになりそうです。ラモス、トッティ、ホイッスルが鳴ってファールです。今のファールにカードが出されます。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。このカードはイエローカード、レフリーに提示されます。はい、このカードでどうなるか、この後注目ですね。タッチラインを割りスローインです。綺麗なタックルです。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。ここを起点にできるか。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。堀池さん、スタンドが揺れ動いているようです。サポーターの応援は途切れる様子がありません。はい、この時間ならもう間違いないでしょう。選手にとってもサポーターにとっても今日はいい一日になりそうですね。マー君、これはいいぞ。カウンターを止めて相手は一安心でしょう。結局ここまでずっと一方的な内容で試合が続いています。どうだ、止める、止めます。
ファールを取りました。イエローカードが出ました。ゴールまではあと数センチでした。サイドを変えます。ペレス、パスが通った。 PK が指示されています。PK です。そしてイエローカード。 PK もイエローも仕方ないですね。妥当な判定ですよ。落ち着いて打ちました。いいですよね。PK をきっちり決めました。見事に決めました。非常に落ち着いて蹴った PK でしたね。ここで試合終了。スコアは3対1。イーブンな戦いが予想された中で非常に厳しい試合になりました。こういう試合をものにできたというのは大きいですよ。自信になりますね。どうなる？ポストに当たって入りました。ボールがよく転がっています。シュートだ。素晴らしいゴールです。上隅に決めました。事前の予想では拮抗したゲームになると思われていましたが、キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックで続きます。今のパスチャンスになりそう。ポッティー、弧を描いてゴールへ。PK が指示されています。PK です。そしてイエローカード。 PK もイエローも仕方ないですね。落ち着いて打ちました。いいですよね。
ここまではいいシーズンになっています。リーグのタイトルも視野に入っているでしょう。前進あるのみです。楽しみな試合が始まります。フランクル、ファールの判定。これはカードもありえますがどうでしょう。スローインからゲームは再開です。もう一度スローインです。さあスローインでの再開です。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ここでフリーキック。少しだけ横にずれてしまいました。クロース、イグアイン、決まるか。コーナーとなります。前に出しました。コーナーキックです。前方に運びました。さあコーナーからのチャンスです。前に出しましたが気を抜けません。ラモス、ラモス、審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。ボールを取りに来ました。中に人は、ボールを蹴り出したい。ボールを運びゴールに襲いかかります。ラモス、そのまま返します。ボールを失った。イグアイン、フランクル、どうだ。決してパワフルというわけではないのですが落ち着いて冷静に決めますね。堀池さん、そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。
て取る、奪った、クロスを出した、ここでシュート、弧を描いてゴールへ、決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。クロス、サイドからの攻撃へ向かいます。スライディングでいった、ペレス、ここで攻守が入れ替わります。フランクル、ラモス、見事なパス、フィールドの中盤でボールを奪いました。フランクル、スペースを見る、カウンターが決まりません。ボールを奪われています。シュート、シュートは枠を捉えません。ミッドフィールドでボールを取りました。ボールに寄せたのはディフェンスでした。スコアは2対0。ここでハーフ、ここエスタディオ・ビセンテ・カルデロンでは後半が始まりました。まだ席に戻っていないファンもいるようですね。ラモス、中盤でボールをカットしました。クロス、
サイドチェンジです。スローインでのリスタートとなります。クロス、小林、攻撃に移りたい。中盤でカットされました。ラモス、ボールはゴールキックに変わります。ゴールの瞬間の映像が流れます。ヘッドを使ったパス、小林、クロス、いくつか選択肢があります。これは来た。ほんの少しだけ横にずれてしまいました。クロス、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。頭でつなぎます。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ファールの判定、これはカードもありえますがどうでしょう。ボールを失いました。前方に運びました。スローインとなります。狙われています。前に出しました。なんとかプレーを切りました。上がった。コーナーからゲームは再開です。副審がコーナーフラッグを指します。ヘッドできた。止める。止めます。足元でしっかりコントロールしています。観客も思わず立ち上がったシュートはわずかに外、ゴールを外れます。
タッチを割ってスローイン。クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。これはファールです。小林、コーナーです。堀池さん、スタンドのファンからは歓喜の声が収まりません。もう勝利を確信しているかのような声援が続きます。はい、今日はいい試合をしていますからね。残り時間を考えればもうこのまま行くんじゃないですかね。ひたすら攻め立てて相手に反撃の機を与えません。いやー、狙いましたか。一度セーブをご覧ください。いいシュートだったんですが、ゴールキーパーの反応が素晴らしかったですね。ファインセーブですよ。いいタックルだ。ボールをキープしました。ここで試合終了です。どうだ、ゴールが決まった。ここでシュート、弧を描いてゴールへ。このシュートを弾いた。副審がコーナーフラッグを指します。ヘッドできた。止める、止めます。
Thank you.